国賓としてインドネシアを訪問していた天皇皇后両陛下はすべての日程を終え政府専用機で帰国の途に疲れました両陛下は空港では閣僚の見送りを受けられました公式行事では親密なものにしたいというジョコ大統領のサプライズの連続を両陛下とも楽しまれているようでした 滞在中は現在も進行中の日本の経済支援の現場を視察されたほか。これからの両国の関係を担う若い世代との交流に努められていました。また、世界遺産のボロブドゥール寺院で陛下は異例のぶら下がり取材に応じられました。サンダルはいかがでしたか。サンダルあの,あの、思ってたよりはぎ、履き心地が良かったです。 帰国を前に両陛下は滞在に満足された様子だったということです。